道江俊優&板垣李光人、道李飛コンビ取り下ろし、女性セブンで、尊い親密ショットを、たっぷり披露。七人組グループ、なにわ男子の道江俊優と俳優の板垣李光人が、14日発売の、女性セブン、小学館で取り下ろし、グラビアに挑戦している。19日に最終回を迎える連ドラ、マルスゼロの革命マイナス、テレビ朝日系で共演する二人。公私ともに、交流のある、道李飛が、同誌で、その親密ぶりを、たっぷり披露。尊い、姿を捉えている。さらに特別付録として、両面ピンナップが付属する。また、金剛では、今年で、開場100周年を迎える阪神甲子園球場と、漫画家、足立みつる氏の人気作品、タッチ、H に、ミックスがコラボ。キャラクターのイラストを使った同誌ならではのオリジナルの、両面厚紙シートも付録に、甲子園100周年記念の様々な企画が開催中。それを紹介した記事も掲載されている。松坂大輔、西武ドラ1部内の印象を語る、第一に気がついたのは、元プロ野球選手で、野球解説者の松坂大輔氏が8日、YouTube チャンネル、松坂大輔オフィシャル YouTube で公開された動画、獅子の誇り、松坂大輔が語る高橋光成が、山本由伸に劣らぬ理由とは？貝の矢にポジションを奪われたベテラン投手を豊田コーチ激白、西武、豊田清志投手コーチコラボに出演、西武ドラフト1位の竹内夏明について語った。豊田清志投手コーチも期待。この日公開された動画には、西武の豊田清志投手コーチがゲストとして登場。豊田コーチに対し、チャンネルスタッフが、ドラ1の竹内投手は、投手コーチからご覧になっていかがですか？と質問したことで、竹内について話す流れに。國學院大学を経て、2023年ドラフトで1位、指名された竹内。最速153キロのストレートや、制球力を武器としているが、豊田コーチは、まだ、ピッチングを3回見ただけですけど、サイズが、とにかくでかいですよねと、まずは186センチメートルの体格に触れ。左投手で、あそこまで大きな体で大活躍されたって、なかなか歴代を見ても少ないので、その中でもコントロールがいいし、変化球も一通り投げられるのですごく期待していますと、語った。一方の松坂氏は、昨日今日と見させてもらいましたけど、まず第一に気がついたのはバランスがいいですね。投げてるバランスがいいですし、そんなに力感は感じないんですけど、強いボールが来ている。フォームとボールのギャップがあるので、バッターが最初苦戦するのかなって勝手に思ってます、と評価。この見解に、豊田コーチが、松坂さんが言うなら、ちょっと期待ですねと反応すると、松坂氏は、いやいやいやと、謙遜しながらも。あと全体的にはコントロールがいいですね、と、竹内の制球力の良さにも言及していた。横浜高校のエースとして春、夏の甲子園連覇を達成し、プロ入り後は、西武ライオンズや、ボストンレッドソックスなどで活躍した、松坂大輔氏。現役引退後は、テレビ朝日系報道番組、報道ステーションのスポーツコーナーでキャスターを務めるなど、野球解説者として活躍している。